ああ、なんかお食事の時も使えないしさ。ああ、止めたら変かな。変だね、きっと。一回止めて。てれれ。やっぱほら、凍結。ぜひこれを保険でしてほしい。いや、もうした方がいいよね。33歳。彼氏なしだったらさ。やばいしな。女の子の方がいる。ありがとう。眉アートしたことないんですよ。眉アートってさ、賛否両論ありすぎてさ、わかんないんだよね。どうなんだろう。やったことない。口もやったことないし、アートメイクまだしたことないです。ありがとう。全身脱毛だよ。肌きれい。ありがとう。ブートキャンプしない。去年ラグビー観戦ね。彼氏じゃないよ。友達。めっちゃ優しい友達です。しかも友達歴が8年、9年ぐらいなんですよ。彼も優しくて、友達として大好きです。友達として大好きです。なってる。ラグビー見てくれ、いたの？声かけてよー。伊勢町どこだろう？ちょっとわかんない。初ライブ？いらっしゃい。ありがとう、いらっしゃい。なんか最近多いのは、盗撮のずるいバージョン。なんか、ずっと歩幅一緒だな、みたいな。歩幅か。なんかずっとついてこられてる気がする。って思ったら、ずっとカメラをこっちに向けて動画撮ってるんですよ。なんかあまりにもそういうことが3回目だから、ねえ、私のこと動画撮ってますよね？みたいな感じで言ったら、撮ってないっすよって。じゃあ、携帯見てください、動画って言ったら、いやですって逃げていかれたんだけど。新橋駅ね、最近はあったのは。なんなん？変な人もいるし、気をつけなきゃ。シルクのルームウェア？着ちゃうぞ。トレーニングオッツでーす。シャンパンも好きだよ。クールビューティー、ありがとう。そう、何ぐらい変な人いるの。いいの、私のこと好きなんでしょ、きっと。何がきっかけで、私は、もともと東京に憧れてて、なんだろう。おばが東京に住んでるので、東京のいとこのお姉ちゃんとかお兄ちゃんとか見てて、めっちゃ憧れたんですよ。で、一番最後のきっかけは、化粧品販売をやりたくて上京しました。で、前の会社に受かったので、就職できたので、上京した感じですかね。今も辞めてしまいましたが、それは。織姫神社って聞いたことある？なんだっけ？なんか懐かしい。PR の仕事はいろいろです。いっぱいあります。サプリとか、美容液とか、エステとか、いろいろです。まあ、私は美容系が多いです。美容外科とか。フォローはしないです。申し訳ないです。アビダ行きました、毎日。 家に。おー、いいよ。そういうふうにしか見えてないんだったら、そういうふうに見えてない風で大丈夫です。どんな人がタイプですか？誠実な人かな？男らしい人が好き。伊勢屋さんの、わかんないや。誕生日の思い出は、友達が誕生日会してくれるって言った。彼氏もいないし、一人やなと思ってて。でも4日は変にさ、気使う人とディナー行きたくないじゃん。と思っててさ、ご飯かディナーじゃなくて。そしたら友達が、
ご飯行こう、空いてるって言ってくれたの。嬉しい。大親友ちゃんが言ってくれた。ふ今から楽しみ。お仕事 PR。うん。変な人いるよね。二人ぐらい。なんだろうね。あ、いなくなったかも、最近コメントないから。キッチンストア。キッチンストアわかんないよ。止めても大丈夫。ありがとう。前髪？最近ルブタンは全く履いてないです。わかんないよ。私の記憶が、足利の記憶が。そう、ご飯に影響出ますよね。だからなかなかつけていけないなーと思って。ポニーテル？明日やってあげる。美人もね、ユーザーに、ケコランド行ったことないけどありますよね。彼氏になりたい。ありがとう。佐野ラーメン？ザ、普通だと思うよ。でくれて。あ、なんかこれね、あ、なんか最近できたんだよ、急に。でも何もないよ。これでしょ？急になんかできんだよね。どうしてもおっぱいに。え、いいんじゃないですか、別に。個々の自由です。本能かもしれんよ。絶対モテそう？ロサイカ、ありがとう。ありがとう、アシカが。盗撮怖くない？これって盗撮に入るよね。しかも別にこういう格好してないからね。普通の格好。しかも、皆さんお若いの。タメかちょい上ぐらいのザ・サラリーマンみたいな人がしてきたんですよ。びっくりしちゃった。捕まえたかったわー。逃げられたからな。でも逃げるっていうことはさ、絶対黒じゃない？ラグビーの友達からは、彼氏にならないんですか？女目線見ても彼はリアクション。本当ですか？嘘？そういうこと思ってくれてんのかな？わかんないです。なんか、私は素直の、なんか飾らないで入れる友達かな。なんか彼氏とかそういう目線で考えたことなかったです。え、でもさ、周りから見てさ、私のこと彼は好きかもってどういうこと？なんで思うの？私いいけどね、盗撮やばいでしょ？盗撮やばいよね。リレちゃん、代官山の6個ってセレクトショップ行ったら本当？後世じゃなかったんですよ。コスメ系、私大好き。ああ、関西なかなか行かないんだよね。盗撮嫌だよね。怖いよね。しかも普通の人なんだよ。びっくりした。ああ、私そんなごめん。アシカが詳しくなかったわ。ごめん。行ったことあるんだけど。はい、気をつけます。でももうビキニになること減ったしね。嫁さんが産休に入ったんですけど、仕事をお疲れ様のプレゼントを考えてるんですけど、何がいいだろう、その気持ち。花束は絶対欲しいな、私は。あとはやっぱ産後使えるなんかペタンコの靴とかいいんじゃないかな。いいな、そんなこと考えてくれる旦那さん。私だったら何が欲しいかな。やっぱり産後使えるものがいいかも。おめでとう。いいな。あ、そうなんだ。セット、あ、ちょっとわかんないですよね。と、上京して11年ぐらいです。俺パイロットだと思う。どうなんだろう。すごいと思う。誰もなれない。誰でもなれないし。なりたくても失敗した子いっぱい見てるし。めっちゃすごい。リスペクトや。彼女欲しいよ。明日にでも欲しいんだけど、今見込みゼロっす。やばい、一年ぐらい経っちゃうわ。おすすめのご飯屋さんどこだろう？私は、和食だったら、鵜飼の割烹が好きです。
和食が好きなんですよ、私、お肉よりも。夏菜さんって最近わかんないや。盗撮テロを捕まえるのを聞きながら、ああそうなんだ。初めて言い返してみた。あまりにも続きすぎてて、もう疲れて、近くに駅員さんいればいいのにと思ったけど、いなかったんだよね。私もう盗撮するの5回目ぐらいなんだけどさ。どれもなんか、なんだっけ、その場で捕まえるの。じゃないとダメですよって言われて。でもさ、仕事の予定とかあるとさ、そんなそこで時間割けないじゃんと思って。それ何あげてるの？困る。クリスマス小暮は全く考えてないです。私、化粧品のクリスマス小暮あんま買わなくて、だったらスキンケアのクリスマス小暮とか欲しいかも。嘘、ウケる。帰る電車が一緒で彼が、確かに、酔ってたんじゃない帰る電車が一緒だったって奇跡すぎません？ね、ウケる。確かに、あの帰りは結構。って言って見てたら申し訳ないからあんま言わない。ツイッターやってないです。トレーニング週に2、3回かな。パーソナル1、自力でジムが2ぐらいです。でも、本当にだるい時は一度も行かないです。2週間ぐらい行かなかったりするよ。幸せそうになりそうな顔？なりそう。ならせて。厄除け大師、ああ、確かに有名な。数回しか行ったことないけど。木曜日と思っていた水分です。ああ、やばい。オツです。理想高くないですよ。私のこと、大好きでいてくれる人が好き。お酒は2、3杯ぐらいかな。あー。給料出なくなっちゃうの？そっか、それは大変だ。なんで今日足利学校こんな多いの？足利？なんでなんで？私足利花火大会とか、いとこが住んでたんで、毛の中あたりにはよく行ってました。いとこが住んでたから。毛の中分かったら君は絶対足利人だな。ふふ。原稿、そう。原稿犯じゃないとダメだよって言われて、昔、なんかサラリーマンの人が助けてくれたんですよ。私気づかなくて、お姉さん盗撮されてましたよって言って男の人を捕まえててくれて。でも私その後仕事があって、でも警察、駅員の方警察も来てくれたんですけど、でもお姉さんってこういうのは原稿犯じゃないと捕まえられないのね。今お話できないとこれはなかったことになりますって言われて、でもそれより仕事じゃんと思って、予定なかったらいいけどさ。ペタンコの靴、でもお値段によりますけど、私が愛用してるペタンコはシャネルのペタンコです。めっちゃ履きやすいし、バレリーナってやつなんですけど、毎日のように履いてます。シャネルバレリーナ出てくると思います。私、流行りがないし、毎年履けるし、年がら年中、色とか、ベージュとかにすれば、一年中履けるし、いいかなと思います。ペタンコだと私はシャネルしか持ってないかな？そう、現行犯、ありがとう。LINE？ 仲いい人しかしたくない。そう、和食いいよね。現行犯逮捕。足利学校、わかります。一番古い学校ですね。振られる方です。うわー、こういう、盗撮やる人引くわー。ていうか、私の方でフォローしてんの？この人怖。プレゼントされて嬉しくない？コスメないよ。好き。全部嬉しい。リップとか、もし、あんま使わないとか、似合わないってとしても、私のこと考えて選んでくれたんだなっていうのにズッキュンします。今は彼氏いないです。1年ぐらいいないです。スクショタイム恥ずかしい。リュウコさんってギャルじゃないかな。
すごく羨ましいカップルに見えました。ないな。でも本当友達って感じかな。多分彼もそういう風に言ってくるのもあれだと思うよ。ふざけてだと思う。ミニスカとお札じゃないんですよ。洋服着ててです。タンクトップありがとう。シャネルのバレリーナ検索してみて。靴って入れると。いいよ、写真撮ろう。ええー、やん、ありがとう。でも、そうはいけないよね。一年前の彼はいい方でした。楽しかったな。なんか、いろいろ海外とか旅行も行けたし、楽しかったです。大好きでした。今はもう、ね、連絡も取ってないですけど、お元気かな？告白、ないですね。毛の中わかるんだ。モテギ食堂はわかんないや。私のね、毛の中の記憶は、すごく昔なんですよ。十何年前だから。あの、はじめまして、こんにちは。浮気とか二股とか？え、無理されたのかな？わかんない。お友達になりたい、ありがとう。別れた原因は？なんだろう。でも話し合ってお別れしました。まあね、いろいろあるよね、みんなね。今日はどの、ワンピースです。ブランド立ち上げはしないかな？今多すぎない？ブランド立ち上げ。もうちょっと有名な方だとすぐできる世の中だしさ。ちょっとしないかな？海外はどこがいいだろう？ロサンゼルスとか？自分から告白は絶対しないです。服見たい。大丈夫かな？でもこれただのワンピースですよ。そんな見たいって言われても。いろいろあるよね。にゅうこさん女性から付き合って。嘘、怪しい、付き合う？まあ私は女の子の領域には行ってないんだね。しかもアシカが行ったのは結構前だからさ。私が小学校、中学校の時なんで、ちょっと忘れちゃった。パンペニアありがとう。志村けんさん？あんま考えたことなかった。どこのワンピース？これはザラです。可愛すぎて無理、ありがとう。もう、少しだけ住んでました。付き合いたいです、笑う。ありがとう、なんか今日は、変な人もいなくなって、今平和なインスタライブでございます。背中は普通だよ。こんな感じ。栃木にまさに気も帰れないなぁ。いつになったら帰っていいかな。てか前髪荒れてない私。かゆ。かゆ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 。ねえ、デートしたいなんて思っていただけて嬉しい。スキニーデリーム。あ。伊勢屋様って保釈されてもイケメンすぎん？こけてるけどちょっと。何これ？なんかみんな結構もっと疲れてくるけど。でもこけてるから疲れてんのかな？ごめん、見てなかった。ウルトラで昔見かけました！イエーイ！ありがとうございます。自炊めっちゃします。毎日してます。これ多分リアクション、ありがとう。私のなんかで、ね、女子力上がるんだったら嬉しいよ。おやすみ。最近足の筋肉かっこいい。ありがとう。足トレは結構してるから、言っていただけると嬉しいな。着てないみたい、何もこれ。ナイトブラはしてないです。
何つけたらいいか分かんないし、賛否両論あるよね。ナイトブラも。でもいいのに出会ったらしてみたいけど、今んとこないなぁ。あ、今日の時計はカルティエです。もう古いよ。恋してないです。結婚してありがとう。あ、どこの時計ですかって聞いてこれ。スキンデニム、いつか履くね。明日履こうかな。明日履いちゃおうかな。明日履こうかな。最近デニム履いてないし、いいかも。結構話してる気がする。おう。ねえ、ほら、何のペンダント、何のタイトル、お気持ちだけいただきます。ありがとう。嬉しいよ。私も見たいです。お楽しみに。なんかここにしながらね。トレーニングはお尻、背中かな。メインとしては。デブグラデイだよ、ボードリーか。みんなお風呂入った？今日は友達からのコメントがなくて寂しいや。得意料理？ピーマンの肉詰め。ピーマンの色してるでしょ、だから。うっ！なんか滑らない話、私そういうのできないんですよね。いや、ダメ、私、会話下手だから。なんかさ、会話っていうか、そういう話上手な子いるよね。私全然下手。先に笑っちゃうし、終わった。ぜひぜひ写真送ってください。うん、嬉しい。私の誕生日はそんな覚えててくれる人なんているなんて嬉しいよ。ゲルって何がゲなんだっけ？ピーマンの肉詰めは私が作ってプレゼントするから大丈夫。好きな男、私自分から好きにならないですよね。好き好き言ってくれる人を好きになるタイプなんですよ。いいなぁと思ってもあまりにも告白されないと諦めます。ねえ、ありがとう。なんか今日電波がいい模様だね。ライブやる人減ったかな。あれ？え？あ！私こんな有意義に生活してるけど、今日って私たちどうかしてるやってたんじゃないですか。あ！見るの忘れた。あー、梅干し食べたくなっちゃった。メシネチュ。兄がおります。大好き、ありがとう。好きという、なんで男性からしても好きとか告白するタイミングって難しいんですか。好き好き、いやナンパ好きじゃないです。なんだろう、ちゃんと私のことを知ってくれて好きとかいう人が好きです。2時間スペシャルだったのね。絶対言わないでよ、私見るから、追いかけ配信で。お兄ちゃん大好き、ありがとう。マジストライク、こんな顔好きになるなんて。変わってるね。うん。うわぁ。いいんだ、追いかけ配信で見てやる。あれ楽しいよね。どうなったんだ。幸せになっててほしいな。でも言わないでよ、絶対。
都会の暮らし楽しそう。ありがとう。何時まで？あと10分ぐらいで終わります。いやー、家事やろう。見よ。あー、め大阪のなんだろう、バングラディッシュ。 I went to go バングラディッシュ。バングラディッシュ寒い？あったかい？なんか寒そう、イメージ的に。かっこいい？ありがとう。ああ、私あんまり DM 見ないんですよね、男性からの仕事以外。だからわかんないけど。あ、カリカリ梅やっぱ買ってこようかな。カリ梅食べたい。毎日の楽しみ、なんだろう。湯船に浸かる。平和か。え、英語うまくないよ。スペイン？いいなぁ。I haven't been? スペイン？合ってる？I haven't been Spain. 合ってる気がする。モデルビキニは夏は着るよ。カリカリ梅種も食べないよ。仕事で大変なこととかいないかな。楽しい。ぬいぐるみ見せてくだか。くだか。めちゃくちゃかわいい。サプリは今飲んでない。深夜は危険。危ない。家からすぐ近くにあんだけどな。でもそう言われるんだったらやめとくわ。あ、髪の毛バタバタだし。今こんな時代なので、そっか。やめとくわ。家で我慢したいけど、カリカリ梅がない。カリカリ梅ないよ。買っとけばよかったよ。え？若手俳優さん？もうみんなかっこいいけど、私は加藤浩次推しだから。そこはブレンからな。加藤浩次が好き！加藤浩次がいい！かっこいい！梅干しは昔ながらの甘くない、あ、そうですよね。あ、深夜不審者多い？気をつけるわ。行かない。もう出ない。今日お風呂入って寝る。カリカリ梅食べたいけど。我慢するよ。うん、まさかのじゃないよ。私はずっと好きだよ。ゼオスキンないんですよ。ずっと気になってるんですよ。でもズル向けしないやつがよくて、なんか向けないゼオスキンもあるって聞いたからやってみたいけど、なんかどこのクリニックがいいんかなと思って。当たり前じゃないからね。カリカリ梅は我慢だな。買ってきます。ありがとう。買ってきてくれんの？ありがとう。眠い。おやす。ほんであと5分ぐらいで終わりますので、ちょっと最後までやろうと思ってます。今日は少し元気ない。なんかあったでしょ。普通って感じ。いいことも悪いこともなく普通です。え、画質荒くなってきた。 OMG こんにちは。やってました。明日仕事。明日仕事です。え、カリカリ梅っていうか、種なし梅みたいなやつ。好きなの。ディオールです。ディオール。そろそろ終わりかな。あともう55分だ、今。
イケメンエビチリ。明日8時起きまーす。靴音が深夜に毎回して。怖っ。気をつけてね。練り梅食べたことないや。事務所入ってないです。裏、梅、虎、三兄弟。で、駄菓子屋さんで売ってるやつかな？あ、梅干しの唾液が出てきた。だよね。はぁ、明日も頑張ろうね、みんな。頑張って生きよう。元気に生きようぜ。打ち込むこと全然あるよ。東京に住んでいるんだよ、今は。おー、枝豆いいね。うちないや。たまにさ、冷凍の枝豆買っとくんだけどさ。駄菓子もいいね。種から作ってる。欲しい。どこかは秘密だよ、ぴょん。落ち込んだ時寝る。友達と会う。友達に話聞いてもらう。私、でも落ち込んだ気持ちは自分でしか解決しないし、もう時間が過ぎるしかないから。自分がハッピーになるようなことやるかな。ケーキ食べたりとか。一日大切にしなきゃね。そのラーメン食べよ。例のあの事件ですね。何怖いよ。カリカリ梅、あのローファミマのおすすめ、種なしカリカリ梅、おいしいよ。ヘロヘロ。プランターに、なんか有名人とか仲良くないです。そういう知り合いないな。なんかさ、遊んでる時はさ、飲み歩いた時はさ、薄い細いつながりでそういう人たちいたけどさ、なんか芸人とかさ、野球選手とかいたけどさ、遊ばなくなると秒でいなくなりますよね。前、中野区。いつ行った？私、中野区。中野区で見た？ありがとう。いつだろう？ファミマの買ってみて。じゃん。お疲れね。みんなね、頑張って、頑張ろうね。いいことあると信じて。はい、ではそろそろ終わりになります。今日も見てくれてありがとう。ゆっくりみんな休んでね。じゃあね、グッナイ、おやすみなさいませ。バイ。終わり。